は私はカナダモントリオールから名古屋、愛知県、そして日本の皆様にご挨拶に参りました。2007年の1月に政府は日本の政府は国連を主催するという決定をなさいました。そしてこの誘致委員会で準備を始められました。これにつきましてはこの誘致委員会の皆様にお礼を申し上げます。そしてまたさらに2週間前日本におきましてCOP10をこちら日本で開催する、名古屋で開催するという決定がアーボンで、なされました。ということでこちら愛知県におきましては皆様はこの2010年の開催に向けて、その会議の2年前から準備を始めていただくということになります。それに対しましての御礼を申し上げたいと思います。ということで2010年の10月にあります COP10 の、会議に向けて世界の人々が名古屋を今注目するようになってきたと思います。そしてまた日本の皆様や政府の方がいかにしてこの生物多様性の損失を食い止めていくのかというこの努力、その努力をするためのこの会議に向けてどのような準備をされるのかということを非常に注目していると思います。我々事務局といたしましても条約の事務局の方も皆様のお手伝いをしこの開催が成功裏にされるようにお手伝いをするということで今日は参ったわけであります。38億年前にこの地球上には生き物が生まれた。まず最初にそれがあったわけですね。そこから38億年かけて何が起きてきたかっていうのを私たちは調べてるんですけど、そうするともうただただ多様化多様化多様化ということをしてきた。で、生き物はね、何をしてるかって言ったら続いていきたいんですよ。で、私も今自分が生きてるけど自分のことだけじゃなくてやっぱり子供のこと孫のこと考えるからいろんなことを考えるわけですよね。で、他の生き物もみんな続いていこうとして、どうも続いていこうとすると多様化することが大事だったんじゃないかなっていうのが私たちが調べての気持ちです。生態系から得てる恵みって言いますかね、恩恵、生態系サービスっていうような言葉も使いますけれども、まあ、例えば生き物がいてそういう生態系があるから我々が呼吸で使う酸素もそういうものをの働きによってできている。それから食べ物を直接得るっていうこともあったり、薬を作ったりっていうそのもの物質としての資源として役に立つとか、それからそういうものを使うことによって、まあ、例えばですね お酒作るっていう一つの、まあ、文化っていうかですね、やり方ができて、その地域地域の生活っていうものも生き物に支えられてるっていうところが、森があることで崖崩れが防げるとかですね、そういう安全な生活っていうものも一つの恵みだろう。いろんな意味のサービスを知らず知らずに受けて、そういうものを提供してくれるものなんてやっぱりものすごく大事なものだと、こういうふうに言えるんじゃないかと思います。だいたいあの我々の世代っていうのはこれみんな一つの鎖といいましょうか、その輪の中で生きてるんですね。そうなるとその中の一つがなくなりますとみんな影響するんですよ。まあ、あらゆる生物はお互いにいろんな関係を保ちながら命の輪を作っていると。その中の一つが外れると他の生物に影響する。例えば餌になる生物ね、あの動物だったら生物だったらその餌を、ね、主食としているその次にまた別な生物が絶滅するというようなことで、これはもうずっと維持するべきでないかなと私は思っています。あの少なくなっている魚はね、まあ、いろいろいるんですが、そういうようなことによってあるいは我々漁業者がこう身入りが少なくなるとか、そういうようなことも実際起きてます。今新潟県の魚沼市で無農薬でお米を作るっていうことを今やってるんですけれども、そのお米を作り始めて無農薬でやるっていうことで田んぼに生き物がまた戻ってきたりするときにですね、すごく自分が嬉しかったり、すごく疲れる作業で草取りとか今の時期しなきゃいけないんですけど、それが自分の心の中でなんで私こんな辛いのに楽しいって思うんだろうっていうふとした瞬間があるんです。生物の多様性って言った時に、実はあの生態系とか種の多様性だけではなくて遺伝子の多様性っていうのがもう一つベースにあるんですね。遺伝子をこう組み替えてですね、効率生産できるような植物工場のようなものでちゃんと上から救ってあげればですね、いわゆるその分例えば熱帯雨林で
小麦畑にしちゃって壊滅してしまうようなことをよしくしできるのかもしれないとかですね、生物に遺伝子導入をしてあげて、そういうバイオ燃料のプラントみたいなものを作ると、食べられる作物からバイオ燃料を作るような愚かしいことを抑止できるのかもしれないとかです。すでにもう現代の社会っていうのは自然資本の元本に手をつけてしまっているので、僕これに対してはですね、何か別の対応っていうことをちゃんとその科学技術の使い方を含めてですね、これ世界中で議論していくべきだと思ってます。物であれば壊れたとか捨ててしまえばいいんですけど、地球とかですね、環境は捨てることができない。汚れたものを持っていかないといけない。でそんなふうにやったりしてはいけないから、漁師の方がやるため、農業の方がやるためな、都会の人もな、それをやらないと生物多様性は生かせないんだろうなと思いますので、それをお願いしたい。循環型社会を構築しないと生物の多様性は守れないだろうと思っています。品取漁協では山に気を植える、海で昆布養殖する、これは漁場の環境を守ってそれなりの生産力を維持するという意味なんですね。中小製造業がこの生物多様性みたいなことにどう貢献できるのかっていうことですね。そのレベルから多様な産業が集まった会議をコップ10の前にしっかりやっておいて、でその成果を2010年に世界に向けて発信するような流れを作ってほしいと思います。自分も少しだけ欲を抑えて責任を負う、一緒にこう味わう生活っていうのが生物多様性に実はつながっていくのかなと思います。グローバルという言葉がありますが、グローバルに考えてローカルに行動する、地球環境のこととか他の国のこととか多様性のこととか日本の全体のこととか、いろんなグローバルなことを考えながら自分自身がローカルに一人一人市民としてどういうふうに行動するのかが連鎖していなければいけない。生物多様性はつながっているんだということを至るところでいろんな方が言ってましたけども、その生物多様性を守るためにはこの人間の側もつながっていなければいけないということを思いました。対抗コミュニケーションして知恵を出し合ってつながって、それを武器にしてこう立ち向かっている、そういうパターンがあるように思います。